見ていきましょう。我が輩を楽しませてくれ。手加減は大事ないでくれ。ラウンド1さあ、ファーストラウンド始まりました。よろしく頼む。期待していい。飛び道具で様子を見ていきます。さあ、序盤の展開どう作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。ジャンプから仕掛けていきました。相手の隙を狙って積極的にジャンプ攻撃を仕掛けて大ダメージチャンスを作ります。触りに行きたいところを拒否するように間合いを取っています。画面端に追い詰めます。大事な局面。さあ、もっとやり合うのだ。プレイヤー2、ドライブができないバーンアウト状態になっています。さあ、ここだ。さあ、画面端を入れ替えて。プレイヤー2、壁をうまく利用して柵を通してフィニッシュまで。お見事。良い決着だった。さあ、このラウンドはいかがでしたか。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。弾を打つ。さあ、ラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。もっともっと我が輩を楽しませるがよい。両者序盤の主導権を握りたいか。いや、このラウンドはどうなるんだ。この距離うまくプレッシャーをかけつつも、壁際での弾打ちで丁寧にプレッシャーをかけていきます。壁際の駆け引きどうなるか。間合いを測ってここから。目に見えない駆け引きがあるだろうね。うまくラインを中央まで戻して状況を立て直していきます。ここまで温存してきたドライブゲージ、どう使っていくか。下段でダウンを奪います。いやー、見事、気持ちよく決まったね。いやー、どうだ。さあ、ここからだ。どうした、いけるだろう。さあ、近距離での攻めぎ合いが続いていますが、プレイヤーは有利継続、体力を奪っていく。一旦落ち着いて、うまく壁から中央まで押し返しました。壁際の重圧を耐え抜きました。飛び道具で転生。両者 SA ゲージがある状況、油断はできない危険な状態です。で、このインパクトは危ない。今のは見えていたんだろうね。ジャンプは通さず。見事だ。反力が取られる状況。ただ弾をドライブ、ゲージは少ないが KO。 いいね、とどめまでしっかり。さあ、次で最終ラウンド、両者のボルテージも最高潮。最後まで諦めるな。中足見せて。さあ、最終ラウンド、うまく投げを通した。素晴らしい投げだ。投げが決まった。見事だ。さあ、画面端どう攻めるか。もっと我が輩を満足させてみろ。このインパクトは危ない。いやー、よくガードした。足払い、あっぱれ、やるではないか。さあ、これは抜け出せないか。さあ、ドライブか。互いの SA ゲージは十分、隙は見せられない。引っ掛けが欲しい。飛んで、飛びはバレていたか。いざ、この調子だ。もう一発ももらえません。最後までわからないぞ。さあ、この体力状況、ここで KO となった。良いとどめだ。あっという間の一戦でした。今の戦い、どんな風に映りません。行ってみましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ、試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。何事も最初が肝心だ。最初だな。いよいよ。さあ、壁まで追い込みました。ここからが大事だな。プレイヤーはドライブゲージがこのままなくなると状況が苦しくなります。さあ、差し合いの距離どう動くか。弾で状況に変化を作ります。相手が飛ばないタイミングで絶妙に飛び道具を打っています。対空は意識しています。ここで決める、その弾力、あっぱれ。一進一退の体力状況ですが、そろそろお互いの実力が分かってきた頃でしょうか。 KO までの道筋が見えてきたか。ハリーを見せる。さあ、どこから行くか。攻めるタイミング難しいね。うまくラインを中央まで戻して、この距離うまくプレッシャーをかけつつも、飛び道具でペースを変えていきます。両者距離を取ってタイミングを測っているか。
さあどこから行くか。間合いを測ってここから。危険な体力状況、まだまだどうなるか。さあどうだ。ここで勝負を決めました。ああ決まったね。プレイヤー2、ここは見事ラウンドを取っていきました。全く素晴らしいね。見事に決めていった。確かに。さあ次のラウンドも見ていきましょう。さあ重要なラウンド見ていきましょう。もっともっと我が輩を楽しませるがよい。投げに成功。ここから。やはり近距離での取っ組み合いは見ていて楽しいね。追い詰めている状況、ターニングポイントになるか。さあここからだ。さあ両者 SA ゲージは溜まっています。お互いいつでも火力は出せる状況です。下順位が勝負を分けるか。中足。さあ近距離でのせめぎ合いが続いていますが、捕まえて投げ飛ばす。見事な投げだね。飛び道具で攻めの起点を作る。さあこの体力状況、ドライブラッシュ。隙間を当てている。これは飛びはバレていたか。いいぞその調子だ。さあこの差し合いの間合いどう出るか。あと S2 発動している。どうだ。反力が問われる状況。中断。ここでバーンアウトしました。地獄の沙汰ほど面白い。これは削り系を。このチャンスを見事ものにしました。良いとどめだ。勝ちだぜ。ファイン流水。さあ最終ラウンド、勝負の天王山。最後まで気を抜くでない。きっちり飛びは落としました。いいぞその調子は。さあこれは抜け出せないか。我慢の時間。投げる。素晴らしい投げだ。壁際、逃げ場がありません。もっと我が輩を満足させてみろ。この距離で仕掛け。この中段はガードした。いやーよくガードした。ここで弾を撃つ。中段は通らず。今のは見えていたんだろうね。見事ゲージを使ってのオーバーキルでした。確実に倒しきる意志が感じられる選択でした。緊張感がある、見応えのある試合でしたね。2人ともご苦労であった、ま、勝負の一戦見ていきましょう。今回生贄となるのはどちらだ。手加減は期待しないでくれ。ラウンド1。さあファーストラウンド始まりました。諸君健闘多いね。さあチャージしつつ攻めの起点を作ります。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりとなります。さあ張り切っていってもらいたいね。プレイヤー1、画面端の揺さぶりがうまく機能しています。さあ一気に壁際となりましたが、さあ投げが決まりガードを崩します。今の投げは良いフォームだったね。この距離うまくプレッシャーをかけつつも、危険な体力状況、まだまだどうなるか。さあここだ。弾打ちで出方を伺います。壁際での弾打ちで丁寧にプレッシャーをかけていきます。ここで勝負を決めました。勝負あったね。さあいい形でラウンドを取っていきました。2人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。次のラウンドはどんなドラマが生まれるのか見ていきましょう。粉塵から潮流拳、ダメージを上げていく。プレイヤー2、さあ追い詰めました。さあもっとやり合うのだ。さあ飛びがヒットして、いやどうだ。技が交錯。いいね、大技だ。この距離は弾でのプレッシャー。いい感じだ。 KO。 やるではないか。まだまだ痛かったと思ってる名勝負でしたね。素晴らしい戦い。一体どんな戦いになるのか注目です。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみである。ジャンプから仕掛けていきました。相手の隙を狙って積極的にジャンプ攻撃を仕掛けて大ダメージチャンスを作ります。ここはどう出るか。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。プレイヤー2 KO。 ああ決まったね。
さあこのラウンドはいかがでしたか。いやいいね、いい感じだと思う。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。ここはさばきます。ここはターゲットコンボを選択。危険なドライブインパクトは受け止めます。今のよく守ったね。さあ若干体力に差が出ているが、ここからどう展開するか。差はついたようだが、まだまだこれからだ。もっと我が輩を楽しませるのだ。プレイヤーは有利。ここでバーンアウト。有利客スーパーアーツにゲージを使いました。いやすごいな。さあこの差し合いの場合どう出るか。プレイヤーはドライブゲージで逆転のきっかけをつかむことができるか。体力わずか、もう食らえない。SA 発動からフィニッシュまでお見事。見事。プレイヤー2、一気に勝負を決めていきました。圧倒的な試合展開でした。